わっさっ、やっぴまるです。はい、ということで今日はですね、ソロパワーリーグやっていこうかなと思います。まあ最近ですね、サムさんちょっと忙しくて、まあ就活ですよ、してるんですけど、まあそれはすごいしょうがないことなんで、僕一人で動画を撮れるようにならないとなって思った時に一番いいのかなと思ったのがソロパワーリーグなんですけど、まあちょっとやってて、実は今もうエリート3ぐらいなんで、ちょっとレジェンドを目指して頑張っていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いきますよ、レッツ。はい、やっていきましょう。ノックアウトベルの岩来た。これは、わ、なんか、海外っぽいな、名前が。頑張るか。これはね、俺的に、ティックかな。ティックバンしといて。ちょっと海外っぽいんで、エイムがあんまいらないキャラを使っていこうかなって思います。ジーンね。あ、いいね。俺もジーン選びたいな。なんなら俺もジーン選びたいな。あ、スプはありだな。スプ、でもスプ選びたいけど。でも多分選んでほしいよな、多分な。はい、取ります。了解して。やっぱ投げが、キックと、まあ、グローム相手バンしてるんで、スプラとこっち取っちゃえば、あと相手が投げに強いキャラを、まだ何か取るぐらいなんで、ザベスか。ザベスはいいんじゃない？アッシュ、これ、アッシュをどうにかしたい。アッシュきついぞ、これ俺ら。頼む。あ、オッケーオッケー、ダリル結構あり。エイムあんま気にしないキャラで選びたかったけど、俺がジーンが良かったな。頼む。遅延ない。お願いします。いや、でも、あっても軽くで。頼む。お願いします。やめてくれ。あ！なさそう。ここはっしゅ。ああ、いいよ。アッシュみんなで。ナイス！その、回復使いながら。いいね。あ、でも遅延はあるわ、普通にこれ。うわー、マジか、俺さ、今早めに押したのにな、マジで。わー、めんどくさいって、もう、これ俺のせいみたいになってんじゃん。まあ俺のせいだけど。早めにもっとウルト出さないとダメだな。オッケー、でも、めっちゃ使ってるガジェット。うわ、惜しい、ケーキいっぱい、うわ、惜しい。これはでも俺のせいだな。すいません。ごめんなさい。飛んでくるかな。ナイスナイスナイス。オッケー。飛ぶね。これでもね、ジャネットね、すぐね、旋回すればね、平気。オッケー、ナイスナイス。あ、ミスった。これはウルト使わないで、俺がしばきに行くわ。おっ、いけるぞ。めっちゃ怒るやん。みんなめっちゃ怒るやん。これで、ここかな？一旦。はい。壁そろそろ行くよ。ナイス。封じる。倒す。オッケー。閉じ込める。ちょっと待って、こっちだね。ノープ。オープンね。ね、やばね、それ。オープンね。もうなんか引いてきたからめっちゃ危なかった。スプラートに引くか、普通。怖すぎた。オッケー。行きましょう。頑張れ。よし。言うてね。ガイサバ言うてよ。戦える。オッケー、ジーン、俺がちょっとこれザベス絶対引き。あー、痛いね。めっちゃ俺狙ってるね、あれ。あのアッシュね。やっぱ当たらん。うわー、ごめん。マジごめん。いやー、アッシュきついね。これちょっとやばいな。下手だったな。ごめんなさい。許してください。これな、ウルト貯めてさっさと進みたいな。オッケー、ここ。これね、一旦。ナイス。
オッケー、甘えてるよ、甘えてるよ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、でかい。いける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 。で、俺ウルトあるから、ザベスウルトないよね。塞ごう塞ごう、ここ一旦。オッケーオッケーオッケー。こいつちょっと一旦痛めとくか。当たらねえ。はい。はい。壁大事、壁大事。壁大臣、壁大臣。はい。いけるよ、いけるよ。飛んでくるから俺先行くよ。倒すよ。倒すよ、ダラメ。よし、勝った、ナイス。おぶねー、オッケーオッケーオッケー。やって、待って、結構ガイ様だったな。ナイスナイスナイス。おー、強いね。よーし、大勝利、ナイス。うまかった、味方が。今のは味方うまかったよ。さあ、炎のリング来たよ。あ、これは韓国の方がいるんで平気そうっすね。炎のリングはメグバンだったらバイロンバンする必要なくてバイクバンにしとくか。結構ここね、何でも強いんだよね。リコ、あー、これスプーでもいいな、マジで。サンディだからリコに対しても結構いけるけど、これどっち行くんだろう。俺が左行くとして、だとしてもスプーでいいな。ミッド早めに取ってもらえるとありがたい。バイロンとか、あ、でもリコ、うん、そうだね、パムで、あのバイロン、あー、取られた。これガチで俺スプーだな。え、ちょっと待って、これ誰、ミッド、え、俺ミッド説ない、これ BD かな。じゃあ、いや、スプー取ってよかったんちゃう。よし、勝つぞ。俺がバイロンを B で締めるわ。 B にしたけど、ベルでよかったわ。なんかここめっちゃ B 強いイメージないですか。だから B にしちゃったけど、頑張りましょう。ミッド行くで。よし、ロー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 。いやー、だるいっすねこれ。よし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 、任せたわ。よしよし、ナイスです。オーケーオーケー、来た、ナイス、遊び、いいね。で、これつけて倒して、いいね、パイロンの後、ナイス。つけるよ、つけるよ。これ置いて。いいね、サイド。倒す。いやい、リコワンパン。あー、3000じゃなかった。オッケーオッケーオッケー。いけるぞ、これ。集中集中。ナイスナイスナイス。さあ。オッケー、これ勝ったんちゃう。ナイス、レッツゴー。オッケー、素晴らしい。よし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 。いや、ちょっと俺このエリート3体っていうのが初めてなんで、あんまやってこなかったから、パワーリーグ緊張してます。さあ、頼む。ミッドで、ナイスナイスナイス。ミッド対面勝ちたいな。さっき全然、俺さ、対面めっちゃ弱いんすよね、実は。わあ、今打っときゃよかった、リコ。いやー、惜しいな。ナイスナイス、でかい。いいー、レオン結構強いね、ここ。参考になるわ。レオン使う、俺も後で。はい。いやー、でもレオンがすごい。レオン強いな。この左の、でっか、それ。うわー、強い、リコ。これがな、強いんだよな。ナイス。
ちょっとこの試合はナイス、レオンにキャリーされてる。レオンバチクソ強え。はいはい、カバーカバー。いやー強え、てかレオン強え。レオンのキャリー入ってます。レオン強え、マジで。え、一人でやってない、なんか。オッケー。え、レオンめっちゃ強いやん。1試合目はまあ頑張ったけど、2試合目のレオンがめっちゃ強かった。ナイス、オッケー。オッケー、早い。来た、ゴールダームの警告。これは、何使おうかな。何使おうかなじゃない。何使おうかな。俺さ、日本語最近ちょっとね、こうなっちゃうんですよ。早く言いたすぎて、ものを。ということで、ティックにします。ティック版。ここはミスター P とかレオンが結構大会で使われてますね。あの、パワーリーグのキャラピックわかんない人とかは、大会見るといいかもしれないですね。公式大会。マジで、あの、参考になります。そしたら、ここ、サイドザベスとか、レオン、ミスター P、あとは、ラフス、スプー、マックスとかも強いし、バイロンベルも割とね、真ん中で使えるから、意外とどのキャラでもいけるけど、投げはちょっと欲しいかな。でも、ってことは、あのね、今んとこラフスに別に強くないんですよ。だから、俺が、まあ、レオンとか、取ってあげるといいかもしれない。まあ、キャラによるけど、でもレオンな、ウルトたまんなかったら弱いからな。あー、ザベス。これだったら、そうだね。もう一つなんかその柔らかい系来たら俺スプ使うわ。ちょっとこのキャラによる。ボー。これスプでいいんじゃない？普通に。OK。ということで、やっていきましょう。これどっち行くんだろう。みんな左かな？ OK。これちょっとじゃあ真ん中取るか。よ。いるね。OK。ザベス右、ザベス右。これ詰めるよ。ナイス。で、これはちょっと、ラフス。ラフス当てつつ、詰めて、上与えつつ、ナイス。これこうしとく？ナイスナイス、でかい。上だね、上だね。オッケーオッケー。勝ったわ。なんかこれレジェンド行きそうじゃない？これちょっとレジェンドまでやるのありだな。で、ここ塞ぐか、そしたら。また来た、ポー。ザベスもいるわ。オッケーオッケー、いいよ。オッケー。で、倒す。ちょっとガジェもうないけど。ウルトが溜まれば。オッケー、そこに使ってくるのでかい。上ね、上ね。P 強い、P 強い。オッケー、倒した。危ねえ、今。ちょっと、よそ見したわ。これ上がるわ。上がって、こうだね。オッケー、ジジン。ここ、スプ強え。よかった、スプで、これは。よし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 。さあ、ということで、左に行きますか。また左にいるかもしんないけど、さすがに学ぶ棒だったらもういないかな。いるわ。学んでるっていうか、もう一人いるな。全員左説もあるな、これ。あ、全員左だ。で、俺これ、OK、ナイス。OK、ナイス。強っ！ここのスプマジ強え。おっはっ！スプ強えな、ここ、おい。スプラウト強すぎんか、これ。で、怖いんで、ここ、外し、あ、やべ、ミスった。ここだね。全員右だ。で、これここ、封鎖して、上だけ、上だけなる。オッケー。これ死ぬんじゃない？ナイス。勝ったんじゃね？これ、さすがに。おぉ、強え。待って、この試合めっちゃ強え、スプラウト。しゃー。相性勝ち。
オッケー、ちょっとまだまだレジェンド先なんでこれで終わりましょう今日は。ということで今日はねこんな感じで終わっていきたいと思います。結構いい活躍できたと思うんでね、最後の方特に。はい、あとまあちょっとなんでね、レジェンドまでまたね、サムがいない時に動画撮っていこうかなと思います。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっとくん後で会いましょう。はい、ということで終わります。皆さんそれでまたバイ。